はいどうも皆さんこんにちは、ピオチキチャンネルプネシのピオタです。さあ今回もスプラトゥーン3バイトやっていきたいと思います。今回やっていく武器ステージはこちらです。シェケナダムにて、ワイドローラー A3 リルガンクラッシュブラスタートライストリンガーでやっていきましょう。それではスタート。全体的に武器が青い、トラスト以外何かしら青色の部品が使われてますね。よいしょ。さあやっていきましょう。うえー、さあって石鹸なったムーだよね。じゃがりこ中岡、じゃがりこ中岡、煮卵おむすび、じゃがりこだったり煮卵だったりチームかな、わかんないんだよな。スプラトゥーン食べ物系の名前の人多すぎて。よいしょ、何が出てくるかな。よいしょ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 。今回は塗りも含めてかなりやりやすいですね。オッケー。うわー、上ばっか向いてると足元を救われる、そんな典型例ですね。ありがとう。オッケー。この中で一番火力が高いのがトラスト、2番目が H3 リルガンかな。あいつ多分単発で70ダメージぐらい叩き出すか。まあ3点バーストだから一発っていう言い方はあれな気もしますが。いった。え、コウモリどこで振ってた。危ね、ナイス。圧倒的に火力が足んねえか。いやマジで火力の足りなさが異常だなこれ。やばい、どこだ、どこにいる味方。あ、うまい。お、逃げる。よいしょ。あ、やばい、マジきつかった。トラスト、うわもう天変地異かよ。あーボーナスタイム、どう来るかな。ここか。オッケー。よいしょ、よいこらステップ、よいこらステップ。じゃがりこ中岡さんどこいるんだあれ。何やってんだあの人。あーなんか一人だけおかしくね。一人だけ何やってんだろうあの人。ちょっと放置してたよね。あやべ、オブジェクト当たって戻ってきたな今。着弾地点のところにあるとね戻ってくんだよ。ただいまーって戻ってくんだよね。よいしょ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 。あと1個か。お、トラストは雑魚処理には向いてねえのー。よいこらせ。ほっほっ、よいこらせ。オッケー、あとは私が入れればオッケーだね。ゲイ、どんどん壁とか塗ってけ。ちゃんとなんか筋壺か火器かみたいなのついてるよな。リアルだよね、なんか時間の経ったさ海岸沿いって感じがする。ワイドローラーカモン、もう一回。さっきの壁とか塗った意味ないな。
さあよいしょ、 OK、 ほっほっほっ、はいはい、よいしょ、バックン。助けてー、ありがとう、よいしょ、にゃん、つい、まず鮭ってこんなにダメージ早かったっけ、与えてくんの。どこで誰が生きてるかわかんね。ありがとう、ふっ、うわー、もう何にやられてんのかわかんねえ、マジでやられたい放題してる。ありがとう、私も雑魚処理がてら、いや無理、きつい、デス多いね、私が、私のせいだな、ここまで来ると。一番謎なのは途中でさ、じゃがりこさんがなんか第2ウェーブのさ竜巻の時にすごい外の部分にいたんだよね。あの時やってんのが僕の知らない何かしらの寄せなのか、敵寄せてるのか、雑魚敵をね倒さず寄せられるポイントがあってそこに寄せてんのか、それともまあなんか普通に用事があったとかで手離してたり、なんかちょっと眠気が来てぼーっとしてたとか、どっちなんだろうなーという、可能性的には寄せなんだよな。納品数見る限りだと初心者っぽくないしね、47納品は。伝説200体のところでやってく人だもんな、やってはいるはずなんだよな、初心者で放置してることはなさそうだから。さあもう一度見極めましょう。まあ多分ガチの人のはずだから、私の知らない技術っていう説が濃厚。さあよろしくねー、お帰ってきた、ブラブラで壁塗んのなんかすげえヘッタクソなんだよな。さあ爆弾、よっ、濡れないか、これは私が行こう、 OK、 行った、やばい、やばいやばい、あぶねー、あぶねー、やっ、壁塗りとかが本当にクラブラきついな、ありがとう、これを見るとまず壁塗っとかねえとってなるな、あこれまずい、これでもアップデートで打ちながらの移動速くなったはずなんだけどな、ドスコイに囲まれると死ぬし、残り1秒でも10分の1の確率ぐらいで入るからね、そのまま
打たないよりかはインク消費なしで打てるんだったら打っといた方がお得。ワイドローラー、おっと、まあ必要はないだろうか、カモーンってやっとこう。よいしょー、さあよいしょ、私か、ほっ、わーん、そーれそーれそーれ、あぶね、ノックバックがすげえのよ、危ない、これまずいか、あ、おかえりじゃないんだよ、せーの、多重ヒット、さあ OK、 OK、 ギリギリ、痛い痛い痛い、さっきのクラブラとは雲泥の差だな、移動のしやすさが、やば、いや、あれが落とせないのきつすぎねえか、ほらよっと、はい、大丈夫か味方、あっ、オッケー、いった、よし柱からの攻撃じゃねえか、さあ、1リリールガン、もう一回、H3 ルガン何ダメージなんだろうな、記憶では72とかスポラだったはず、72じゃないな、70だったかな、なんかフルヒットで210とかそんなぴったりゼロで終わったような気がしなくもない、あの位置に立てられると死にますんでな、3点バースだから重てえのよな、ま、あ、まだ1点残ってんのかい君、で、当たった、あ、やられた、ダメだ、コーダーの位置邪魔だった。オッケー。真上。なんで真上かって。コード濡れるからだよその位置。あーっと、あと3つ。あと3つ。誰か生きててくれ。あ、10杯生きてる。あと逃げればいい。よいしょ、ここ、ふっ、ナイス、ふぅ、あーよかった、勝てた、あぶねー、結構危険でしたよ、あぶねー、さあということでクリアです、よかった。本当によかった。さあということで評価アップ。B。よいしょ。よいしょ。どんどん。ほほ。はい。おお、スケジュール更新か。びっくりした。変わんねえよな、ここごと。ごく稀にあんだよな。
あ、変わってないね。じゃあこのまま継続しましょう。ちょっとダメージ確かめたかったんだけど、間に合うかな。はい、スリップ腕ー。オッケー、100、2発で140ってことはやっぱ70で正解だな。間に合った。雑魚一発もそうだけど、ドスコイに2回ショットすればいいってことか。3点バースト2回でドスコイをやれるっていうのはでかい。さあ行きましょう、クラッシュラサー。確かバックフが一発50になっているよね、クラブラは。よいしょ。あー、こっちね。あ、ごめん、じゃあ寄せるわ。ごめん、あっちの方に何か出るとまずいやと思って向かったけど、私向かうわ。オッケー、私狙いかこれ。オッケー。まあ、海岸沿いのここ持ってく必要はって思うんだけどね。あ、まずい。片パの真下にだけは行かないように注意して、片翼だけでも削りたい。あ、これ無理か。よっ、あの片パどうする。よっ、いた。あー無理か。やべ、あー、ドスコイに弾かれ鉄球か。やばい、そこのラックだけになった。ほっしょ。よいしょ。やばい、このコウモリは死ぬ。あー、もう一回帝王だったか、これもう一回帝王だったか。いやー、あの盤面のコウモリはきついな。むしろ最初のところでいらなかったか、帝王。救出の時に使えればいいじゃんって思いながら撃ったんだけど、それだったら鉄板とかもやれたし、もっと状況良くなった。やらかしてますね。はい、ということで今回はここまでといたしましょう。ちょっとラストクラブラだけ、確か爆風50だね。で、直撃がどれぐらいだったかな、120とかじゃなかった。あ、全く違え、85だ。爆風が50だから、直撃するときにプラスで35入るってことか。へえ。なんでなぜ。ちなみに通常マッチの時爆風30ダメージです。で、直撃すると60ね。なぜ爆風ではプラス30で直撃ではプラス25なんだ。そこもプラス5して30すればいいのにダメなのかな。はい、ということでここまでのご視聴ありがとうございました。じゃあねー。